ゲストは青山玲奈さん、古賀葵さん。10月23日のエジソン、お楽しみに。はーい、鈴代です。今行きます。夕方になると過ごしやすいね。もう秋の入り口なんだね。梨、ぶどう、栗、美味しいものいっぱい。ねえ、あなたは何が好き？私って答えでもいいよ。赤面症って嫌になっちゃうよね。いや、まあ、そうでね、多分それで悩んでる人もいると思うからあれだけど。可愛いな。ありがとうございます。ありがとうございます。さゆみんからね、ディレクションいただきまして。オープニングセリフをね、うん、ロシアンカボチャさんからいただいた。ありがとうございます。セリフで、なんか、ロシアンカボチャさんなんですが、秋っぽいね。確かに。すごいありますけども。ね、うんうんうん、なんか、やる前に、これは、うん、なんかキャラなのか、まあ、自分なのかっていうかね、うんうんうん、なんかやった方がいいのかっていうのを言ったんですけど、できれば自分でって言ったら、ミネダマユ本人でっていう風に言われたので、ミネダマユ本人でこういうセリフ言うことある？ないね。おー、いただきました。ないでしょ、ないでしょ。何が好き？私って答えでもいい？言う？いいね。言わない。なんかやっぱ自分で言ってってなると、うん、こうキャラぽくないからいい意味で、なんかリアルなんだよね。リアル。それがまたいいんだよね。ファン的にも嬉しいはずなんだよね。なるべく遠くに置いて。ありがとうございました。ということでね、改めまして皆さん、こんばんは、鈴代さゆみです。この番組は私が自分のお力をお届けするように、様々なお話をしつつ、おすすめ商品が届いたり、お友達の誰かをお呼びしたりするアットホームな番組です。ということで、先週から峰田真由ちゃんにお泊まりいただいております。よー、イエイ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 。たまゆでーす。たまゆです。そのね、たまゆ2週連続でありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先週も結構メール中心にたくさんお話ししてきたんですけども、はい、今日もね、たくさん話したいと思うのですが、うん、あのね、この番組実はオープニングで、うん、そう、リスナーさんからそういうおすすめのものだったり、うん、ことだったりとかを教えてもらってるんですけども、うん、たまゆ的になんかおすすめのものとかあったりしますか？おすすめと言いますか、私がつい最近買って、うん、マジも買ってよかったって思うものがありまして、お、言ってしまえばフィギュア。お、フィギュア。フィギュアなんですけども、うん、私その前回もそっか話したか、ボカロ好きで、あ、ね、そうだね、前回話してました、ね、でつい最近初音ミクのフィギュアを買ったんですね。それで普通のミクちゃんじゃなくて、雪ミクっていう、うん、そう、冬の子、雪っぽい。いや、毎年、そうそう、毎年雪ミクデザイン変わるんだけど、へー、雪ミクの2019年の時のデザインが大好きで、なんかお姫様っぽい白い髪になんか青いドレス着てるやつがあるんですけど、それがね、はい、その雪ミク2019だから、2019年に予約ってか、なんか受付してて、うん、その期間の間に私予約するの忘れちゃってたんだよ。あだま。それでもう、うん、めちゃめちゃ後悔して、なんで、もうそう、何をやってしまったのか。すっごい後悔しても絶望してたんですけど、はい、今年の2021年の8月に、うん、発売を開始しまして、普通に予約の受注生産とかじゃなくて、なるほどね、そう、2019年のものが2021年に発売開始になって、マジって思って、2年開くもんなんだ。そういうのって買っちゃった。あ、それ変えたんだ、でも。店頭でってこと？あ、もうネットで注文して、もうすぐ届いて。ただ、はい、私、今までもこう自分でフィギュア、うんうんうん、いろんな作品の買ったりしたことあったんですけど、一番高かったんですね。あらあら、それはちなみに、おいくら何円ですか？24%。うおぉ。でもどうなの、私さ、フィギュアって自分で買ったことがなくてさ、フィギュアの相場ってどのくらいの、まあでも大体7分の1スケールで1万8000ぐらいじゃないかな。まあでも2万前後って考えると、確かにちょっと貼る方では。そうね。びっくりした。箱もね、フィギュアって大体さ、
まあそのゲームセンターにさあるプライズとかもあれね、箱なんかこれぐらい、まあ小さいのこれぐらいある、うんうん、これぐらいなんですけど、その雪肉2019の箱これぐらいでかいな、めっちゃでかくて、でかいな、届いた時はこれ何届いたんだろうって思ったらそうめっちゃでかくて、その中にさちょんって入って、だけど、あって、うん、ないんだけど、でもやっぱ作りめっちゃ綺麗だし超癒される。動かない、ね、動かないや。どこら辺が癒される一番？なんか私そのフィギュアのこう透け感が出てるところが好きで、例えば髪の先とか、うん、あと洋服のこうレース部分とかが最近なんかクリアパーツでできてたりする。すごーい、綺麗なのそれが。なるほどね。なんかその毛先までしっかり色入ってるのもいいんだけど、それだとなんかこうアニメえっぽい感じ。なるほどなるほど。その透け感があることで、うんうんうん、こう実際のね人間の髪みたいに柔らかい感じがする。すごい。その雪みく2019に関してはその衣装の後ろがちょっと透けてる、なんかマントみたいなのついてるんだけど、そこがそう透けてて、でその下に着てるドレスの青い色が見えてたりして。そうなんだ。なんか細かい自分じゃ気づかないようなところを教えてもらうとすごい。いいよ。すごいいい素敵なものなんだなって。だっていろんな角度から見れるんだよ、キャラが。そうですね。横顔とかさ、後ろ姿とかさ。ある意味もう自分のこう支柱にこう収めてこうね。そうそうそう。ほんとそうだよ。自分の家の中に推しキャラがいるってどんだけ幸せなことか。いや、すごいですわ。ちょっとね、ダマユからそんなフィギュアのね、はい、素敵なところを教えていただきまして、うん、私もちょっと今度フィギュア、自分家にあるやつとかぜひ眺めてみてください。見てみたいと思います。ありがとうございました。ということでね、そろそろ始めていきたいと思います。はーい、鈴代です。始まります。です。そしてゲストの峰田真由です。そう、1個だけいいですか？はい、今ねちょっとこの空き時間、空きってかこのジングル挟んでる時に、うんうん、私みくちゃん の、うん、あの白猫プロジェクトと初音みくちゃんがコラボしてた時に、うんうん、あのみくちゃんの横にいるくまさんの声を当てさせていただいてて、実はそういえばやってたよなって思って、モフ太郎って言うんですけどでもだよね、なんで知ってんの？え、あれ CV 出てないのよ、実は。出てないんだっけ？出てなくて、で、当時私、デビューして1年目、2年目とか、1年目かな、で、あの、たくさんって言っても、まあ500ワードぐらいだったかな、のゲーム、やるのも初めてっていう現場で、初か。そう、行って、モフ太郎やって、私的にクマやってみたかったんで、嬉しかったんですよ。マスコットキャラってね、やるの楽しいよね。いいよね。いや、ありがとうございます。まさかのね、あれでした。ちょっとね、早速ですがメール読んでいきたいと思いますよ。はい、ハムヘイさんからいただきました。ありがとうございま す。サイミンゲストのダマユ、こんばんは。こんばんは。ダマユといえば昔 A&G でマジアニラブのパーソナリティを務めていましたが、うん、その時に比べてラジオパーソナリティとしてここが成長したなぁと感じる部分はどこですか、といただきました。ありがとうございます。これね、あれだよね、ミホマユ、先週話したミホマユの前に、うん、もう前で、そうだね、私がもう所属1年目に初めて受かったオーディションが、そうだ、そうそう、だから私初めての仕事が番組だったんで、いきなり自分の番組やるっていうのが初めてだった。え、そうだったんだ。そう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 、アニメとかゲームとかでもなく、ではなく、そう、ラジオアニラブが一番最初のお仕事で。へえ、そうなんだ。1年間そうやらせてもらいまして、あきちゃんも、あきちゃんもそうだね、やってたよね、半年ぐらい。そうそう、半年間やってて、まあさすがにでもさ、もう声優になって一発目の仕事だからさ、そりゃ何もおしゃべりはさ、そうだよね、まだまだできてなかったけど、その時はね、それこそ本当に初々しい姿をね、いや、見ていただけてたんじゃないかなと思いますけども、だからその頃と比べたらさすがにおしゃべりは上手くなったんじゃないかなと。でね、それこそ生配信だったりとかね、うん、配信系もたくさんやってるイメージが私すごいあって、うんうん、まあ、ラジオもそうなんだけど、うん、やっぱでもパーソナリティとして回し
なんかやりやすいなーとか、うんうん、自分はこういうのが合ってるのかもとか思ったりすることある？どうだろう。なんかそのそれこそ私もいろんな番組にこうゲストとして呼んでいただく、うん、けることが多いので。回し役っていうよりか盛り上げ役なのかな。なるほどね。どうなんだろう、わかんないけど。そっかそっか。でも一番なんかやっぱここがやっぱ違ったわ最初とって思うところがある？最初の頃はこう近況トークとか、あ、それで何も面白い話が出てなかった いわゆるフリートークみたいな。そうそう、フリートークがすっごい最初大変だった。何話せばいいのか。だからもうね、こうとにかく話題を集めなきゃ集めなきゃって思って、もうこういろんなとこ出かけたりとか、ある意味いろんな商品チェックしたりとか、ネタ作りじゃないけどね。そう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 、うん、必死になってやってたけど今何もやんない。じゃあさ、もう今は結構なんか事前に何話そうかなって考えるというよりもその場で結構話せる。そうだね。おー、すごい。 何話そうかなって思ってすぐパッて出てきやすくなった。わー、いいなー、いいなーとか言ってもいいな。そうだよ、ドキ。いやー、では確かに今でもいきなりなんか最近あった悲しい話あるとかそういうの振られたらちょっとしばらく時間くださいってなるけど、フリートークだけだったら。そうなんだ。あ、まあ、でもそのネタ作りって言うのかな、メモ帳に、スマホのメモ帳に、うんうん、なんか面白いことあったらさらっとメモするようにはしてる。私もある。してる。なんか最近したのは、うん、もうめちゃくちゃしょうもないんだけど、うん、なんかなんだっけな、すごい早いなっていう、あの速さ、うんうんうん、めちゃくちゃ早いとか、なんかテンポが早い会話があったとするじゃん、うん、これはボルト級の速さっていうのがメモに入ってた。これはどっかで言いたい。どこで使おうとしてたんだよ。でももう今言っちゃったんでもう使えないし、そんなにそんなにだったっていう。私新しいのだとね、ある猫あくびで画像検索すると思ったより口が縦に長くてふふってなる。あと面白い、駅のホームで、あの南蛮線ドアが閉まりますご注意くださいのアナウンス同士、その別のホーム、アナウンス同士が綺麗にハモるとかっこいい、テンション上がるって書いてある。なるほど。すごいいいね。でも私もやっぱやるんだね。ねえ、めっちゃ面白いなった。雪見く2019のフィギュアを買わなかったことは未だに後悔してる。ちゃんとここで未だに後悔してるって話をどこかでしようと思ったんだろうな。変えました。いや、やっぱ過去の私どこで出るんだか分かんないようなネタも、うんうん、いずれこうやってね、雪見くちゃんじゃないけど、そうそう、出すタイミングがね。とりあえずだからなんか話そうって思わなくても、うん、あ、なんか面白いからメモっとこう。いやー、なるほどね。でもやっぱその積み重ねでこうなんか言われた時に一回やっぱ自分で考えてそれを打ってたりとかね、うんうんうん、脳内で考えてるからそれがパッと出てきやすくなってるのかもしれないね。ね、いやー、すごい成長しましたよ。成長しておりますな。これからももっと成長していけるように頑張ります。成長するぞ、ではお次、はい、スターブライトホームさんからいただきました。ありがとうございます。サイミン、ダマユ、イエーイ、こんばんは。イエーイ、これ私がツイートしたからかな。こんばんは。同期アピールがすごかったのでお聞きしたいのですが、事務所に所属するためのオーディションに違いはありましたか？事務所所属は声優のスタートラインとしてのイメージがあるので、うん、同期でも何が進路を分けているのか気になります。何が進路を分けるのか気になります。うんうんうん、ありがとうございます。同期アピールすごかった？そうらしい。でもいくらでも言うよ。なんか私ね、同期はね、うん、アピっちゃうかもしれない。アピっちゃうよ。だって嬉しいもん。嬉しいもんね。同期と仕事できるって超嬉しいことよ。でも私なんか同期をこう数人集めて喋る会みたいなのやってみたい感はあるな。うん、それこそその前回話した美穂真由プラス左右の。そうだね。事務所代表してね。うん、それこそ雪村えりちゃんとかね。うんうん、鈴本武穂とか、あ、ビームス連れてきました。ビームスだね、連れてきて両方にこうやってワイムさんだと関根ひとみちゃんとか、そうだね、村井美里ちゃんと松岡美里ちゃんとか、うん、おー、たくさん出てくるぞ、ね、みんな会いたいけどね、うん、これどうです、やるものとしてはそんなに変わらないのかなって、うん、自己 PR だったりね、セリフだったりとか、うんうん、まあ、ちょっと質問、そうだね、でもやっぱりそのセリフ一通りみんな一回ずつぐらいやった後に、うんうん、最後マネージャーさんとか事務所の方々から、うんうんうん、誰々さんこのセリフやってみてくださいみたいなのがある人にはあるのよ、うんうんうん、でそれが自分にはないと、ああ、おかわりなかったわ、ダメだみたいな、あったな、そういうの気持ちになったような覚えはあるけど、それってあんま関係ないのかなって今は思ってます、うん、
思いっきりね楽しめるかどうかみたいなところはあるよね。私はでもねもうずっと笑顔でした。あー素敵やっぱ笑顔が一番笑顔だけは崩さない崩さないぞって思う。確かにでもやっぱや無事合格しましたね。みんなでも明るく元気に挨拶してるそうそうそう。だから多かったイメージはあるし、うん、まあでも確かに所属してからがスタートみたいなところはあるかもしれないね。頑張っていきたいですな。頑張ります。これからもオーディション。はい、ということで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。引き続き私への質問、ゲストさんへのメッセージ、番組の感想などなどどんなことでもいいのでお待ちしております。はい、宛先はすずほーむ @joqr.net です。はい、ということでここでね今週は1曲おかけしたいと思うんですけれども、はい、こちらちょっとダマユの曲を流させていただければと思いまして、私が出演させていただいておりますアイドルマスターシャイニーカラーズという作品の八宮めぐるちゃんというアイドルの、ソロ曲です。それではお聴きください。八宮めぐるで晴れ晴れ。でこちらの特別企画、ここが楽しかった日慣れ日慣れはい、まあね先ほどメールでもねいただいて養成所の話させてもらいましたけれども、はい、まあ、ダマユと私の共通点といえば、うん、日本ナレーション演技研究所卒業生ということで、そうです、はい、そこで今回はそんな日慣れの楽しかったところを事前にスケッチブックに書きまして、うん、そちらを見せながらお互いプレゼンしていきたいと思います。プレゼン、日慣れのプレゼンを今からするんだよね。そうなんですよ、まあ、もしかしたらね今この鈴褒め聞いてくださってるリスナーさんの中に、うん、声優さんを目指してるよとか目指す方もねもしかしたらいるかもしれないし、まあ、逆に、ね、声優別に目指してなくても、うん、養成所どんなとこなんだろうみたいな、あんまね聞く機会もないかなと思うので、ぜひねちょっと語らせてもらうんで聞いていっていただければなと思います。まさか自分の養成所を語る機会が来るかも、ね、私は目指してた時それこそラジオとかでそういう話してると結構食い入るように聞いてたかも。確かに私も所属前にねその声優さんのラジオとか聞いたりしてたから。そうそうそう、そんな感じで。おーい、ではねやっていきたいと思うんですけれども、じゃあ実際にね、うん、スケッチブック書いたのでまず私から見せていきたいと思います。はい、では日慣れについて語ろうその1、じゃん、日慣れとても通いやすい、ま、かぶってるかぶってる、あ、マイクとかね見えた、通いやすい、通いやすい、そうなんですよ、一発目に、まあ、プレゼンっていうのもあるからね。ああそうね、そう、あの日慣れってもう、うん、今だと多分もっとなんだけど、うん、校舎がさめちゃくちゃ多いじゃない、養成所にしては。もうだって全国にいっぱいあるんだもんね。待って、気づいたら大阪にも何校かできてたし、うんうんうん、仙台とか、そうそう、どんどん増えてきて、大宮とか柏とか、うん、なんかねそっちの方も結構あったりとかして、うん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 、で私とか、まあ、ダマユもそうなのかな、今日学生、あ、でも高校卒業ぐらいか、私高校卒業して上京してきてから、うんうんうん、その後から18歳の頃から通い始め、私は高校2年生から養成所に通ってたんだけど、うんうん、でもやっぱなかなか東京まで行けないとかってなってくると、うんうん、やっぱ近くに何
どこの養成所があるのかなって見た時に、うん、私神奈川出身で横浜港っていうのがあって、うんうんうん、あ横浜なら行けるかもとかっていうので行けたりとかもしてたので、うんうんうん、そういうなんか学生さんとか、うんまあ、社会人の方とかでも学校の先生とか幼稚園の先生も私クラスにいたりして、うんうん、やっぱその通いやすいところに養成所があるみたいな、うん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 、すごいなんか日大いいなっていうガチプレゼンだね。ガチプレゼンになっちゃった。別に回してものでもなんでもないんですけど確かにクラスにもいろんな、ね、他にそうお仕事やってる人もいるし、まあ、高校生の子もいたし、業種的にはもういろんな人がいらっしゃって、そうそうそう、まあ、時間帯的にもこう選びやすかったそうだねっていうのはあるなって夜だけそう通ったりとか思いましたね。ちょっとガチプレゼンいきましょう。じゃあお次玉よ。はい、私これ結構ね聞いたことある人いるかもしれないんですけど、じゃん、日慣れ体操というものがあるんですよ。出た。これは ね、基礎科の時にやってたんですけど、うん、まあ言ってしまえば準備体操って感じで、こう、うんうん、お芝居始める前に体を動かしてこう声で安くしましょうっていう体操があって、日慣れのオリジナルのがそう。普通さ、ね、準備体操なんかこう 1,2,3,4 とかあるんだけど、うん、日慣れ体操有名なのがなんかこうなんか、ま、なんか地球を抱えるようにみたいな、あったあったあって、もうそれをささっき聞いて、わ懐かしいって。そう、私この間部屋掃除してたらさ、うん、日慣れ体操のその説明が書いてある紙出てきてあれ形と一緒に書いてあるやつ。そう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 、この姿勢でここを意識してみたいな。あれどうなんだろうね。まあ私たち言うてもさ、もう卒業してから何年か経っちゃったけど、うん、今もね、うん、あるのかな。あるんじゃない。結構日慣れ通ってた人にこれ言ったら、うん、あーってあーあるあるってなるかもしれないです、ね。日慣れさんの公式サイトに日慣れ体操やってるとこの写真とかなんか載ってた気がするから。ほんと、うん、気になった方はぜひ見てみてください。おいいっすね。はい、じゃあ次私行きたいと思います。うん、楽しかったレッスン行きますよ。はい。舞台。舞台。そうなの。やった私も。私これ本科の時に、うん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 、基礎科の最後の方と本科でやったんだけど、うん、まあ、やっぱそのクラスたくさんあるんで、うん、教えてくださる講師の方とかもいろんなあの方がやっぱいらっしゃって、うんうん、その講師の方によってやる内容は違うので必ずしも舞台をやるっていうわけではないとは思うんですけど。私の時は舞台をやらせてもらって、うん、桃太郎とかの話をね、させてもらったんですよ。おぉ、童話やったんだ。そう、童話と、うん、あと、童話は基礎科の時で、うん、本科の時は、そう、塚公平さんっていう方が書かれている、飛龍伝っていう戯曲をやらせていただいて、それでね、なんか、本当に照明とかも全部自分たちでさ、やって、なんか、舞台ってやっぱ声優目指しててやると思わなかったから、レッスンでも、うんうん、そういうなんか全身を使って役をこう表現するみたいな経験ができたのは本当に大きかったなって。確かに。なんか声優になって舞台をやってる方もまあいらっしゃるんだけど、うん、やらなかったとしてもすごくいい経験になったなっていうので書かせていただきました。なんか本当声だけの芝居だとさ、わかんないことっていっぱいあるけど、実際に動いてみたら、あ、こういう息遣いなんだ人間って動いた時とさ、新たな気づきがあったりして、私もそう舞台やって、ね、面白かったなって。距離感とかも全然ね、そうだよね、実際やってみるのとだと違うから、そういう意味でもすごい楽しかったなって思います。はい、では続いて、私、ちょっと似てるんですけど、私はですね、養成所の時ミュージカルを実際やりました。すごーい。これはね、本科の時だったかな。そうだね、本科の時にやりまして、あれなんで、私お芝居だけじゃなくて歌とダンスのクラスも、そう、週3クラスそう通ってたから、レッスンがね、歌のレッスンで、そう、ミュージカルやって。すごい。ちっちゃい頃からさ、劇団四季さんとかが大好きで、あー、私も好き。そう、ミュージカルよく見てて言ってたんですけど、いや、その授業でも、うん、その、まあ、お芝居と、うん、まあ、歌をこう合わせたのが、まあ、ミュージカルなので、実際にその講師の方は、宝塚出身の先生。あ、へえ、そうなんだ。そうそう。だったから、その実際にその、まあ、発声もそうだけど、こう、歌でのこう表現の仕方とかを教えていただけて、の、まあ、発表会としてミュージカルもね、やらせていただけて。なんかあれだよね、結局、まあ、舞台にしてもミュージカルにしても、その、表に立って誰かの前で何か表現をするっていう意味での、
なんか度胸っていうかさ、うんうん、そこで声大きな声を出すとかそういう意味でもすごい経験値としては高いよね。てかその時もなんかオーディションみたいなのがあったんだよ、配役で。あ、私たちのクラスあった、あったあった。そうそう、誰がその主役をやるかとか、あった、そうそう、先生がこう発表してって、めっちゃドキドキしたらしい。あれもね、ドキドキするけど、今思うとね、よかった、いい経験だった感じですね。ああ、あともう一個あったんですね。言うだけ言っとこう。いいよ。じゃあ私、表現かっこお芝居するのは楽しいことだと教えてくれる。わー、まあまあ言葉通りでございますね。名前は隠しとこう。お、自己 PR、 自己 PR です。お、地獄のお自己 PR で練習をしました。大事ですよね、自己 PR は。秒数とか、あの1分とかなんか時間決めて、いかに自分を自己 PR できるかっていうのやったんだけど、超苦手だった。いやー、まあでも本当にね、今ね、こうやって2人で出してったように、うん、本当にその人それぞれ感じ方とかも違うかもしれないし、うん、そのクラスによってもね、いろんなレッスンがあって、そうなの、とってもね、クラスによって全然雰囲気変わってくるから、めちゃくちゃいい経験になったなと思っております。今、ね、経験があったから今の私たちがあるわけですから。はい、ということでね、今日は日慣れについて語らせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、特別企画、ここが楽しかった日慣れのコーナーでした。今行きます。そろそろお休みのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス、はい、鈴代です、今行きますまで、メールの場合は sugehome@joqr.net、 sugehome@joqr.net までたくさんのメッセージをお待ちしております。またこの番組 A&G オンデマンド放送エジオンプレミアムで、鈴代ルームと題して本編とは別に収録したおまけコーナーをお届けしております。放送翌日の金曜日昼12時に更新されますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組公式ツイッターもございますので、そちらのフォローもお願いいたします。そして番組新グッズ鈴代 T が現在 A&G ショップで発売中です。ぜひ手に入れてください。スタッフさんが名前に渡してくれました。いただきました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。名前はね、無機物が好きだからね。そう、無機質だっけ、無機物、無機物だ。そう、なんかフェーダーのあの感じとかね、素晴らしい、素晴らしい、いただきました。素晴らしいです。ぜひね、大好きです。これ皆さんもよろしくお願いします。いそういったところで、本日で106回目の放送だったんですけれども、まずはたんまゆ2週にわたって、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。寝ちゃう。そうね。ずっとそう、来たかったからね、呼んでもらえてよかったです。本当に嬉しい、なんか。もうそれこそね、同期のお話、同期だよっていうお話もやっとね、こうやって皆さんの前でできたり、うん、だって所属5年目にしてやっと2人が並んでる姿をね、皆さんに見ていただけたので、確かにちょっと目指すところはメインで共演ですな。そうですね、ちょっとね、次にこの並びを見れるのがいつになるかわからない。いや、ちょっとね、また来てくださいよ。ぜひぜひ。もう本当に、お願いします、うん。ぜひまた呼んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで最後にたまゆからお知らせでーす。はーい。ですね、今月の10月27日に、私が出演させていただいております。カリギュラ2という作品のサウンドトラック CD が発売されます。私、キーという歌姫役で、出演しておりまして、もういっぱいいっぱい歌ったのでね、ぜひ、買ってね、聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。楽しみですね。はい、ということで本日この辺でお別れです。お相手は鈴代さゆみと、そしてゲストの峰田真由でした。それではおやすみなさプラスにて、毎週日曜20時より放送中の小原好みの心置きなく、番組新グッズアクリルキーホルダーとタンブラーのココラジスペシャルセットが A&G ショップにて発売中。
タンブラーには私がデザインしたロゴが入っているんですよ。みんなでほっと一息あったまろう。近藤祐介です。好きなプレーは643のゲッツーです。菊池亮です。好きなプレーは外野への大飛球のダイビングキャッチです。近藤祐介と菊池亮のドリームって毎月2回水曜日16時30分から放送中。プレイボール。声優三上しおりがウェディングプランナーとなった